でこのえハレー彗星と三船千鶴子千里眼の右にあるですねあの佐久間貞重の殉職といってここで。 男の人がね、倒れてるのがあるんですけど、これ何かっていうと、今から101年前のですね、4月15日ですね、えー、明治43年です。広島湾でですね、あの、公開訓練やってたですね、第六潜水艇、当時も日本潜水艦持ってたんですね。第六潜水艇が沈没したんですよ。で、その時ですね、艇長のですね、佐久間つともはですね、死ぬまで、つまり息が絶えるまで本当にですね、状況を克明に日記に書いてたんですね。 ど、どんな風に苦しくなって、誰が動けなくなって、でも今船はどういう風うな状態にあるっていうのを、本当に意識をしたので、ずーっと日記にメモしてたんですよ。で、えー、乗組員13人もですね、全員佐久間定長の命令を守ってですね、誰一人騒がずに、お互い争いもせずに、持ち場についたまま死んだんですね。後に引き上げられた時に、本当にみんなびっくりしたのが、定長が机にきっちり座って死んでるんですで、乗組員も全員持ち場で気を失って死んでるんですね。 で、世界中でですね、潜水艦事故をあったのは、それは多数あるんですけども、 こんな事故は世界で唯一の事例なので,ですね。あの、世界中の海軍と、まあ、後のサブマリナーと言われるですね、潜水艦乗りに影響を与えた事件なんですね。衝撃を与えて、未だにですね、4月15日ですね、あの、この佐久間定長の生まれ故郷、福井県なんですけど、福井県のですね、前川神社というところで式典が4月15日い未だに行われてます。で、その時はですね、在日米軍のですね、あの、海軍武官とかですね、世界中の海軍の軍人が参列するとか、まあ、参加する そういうふうなイベントになってるんですけども、そんな大事件なんですよ。で、同じくですね、この本の中で、明治の大事件に数えられてるのが、